いきますよ。はい321、はい、こんばんはさん <laughs> はいかほさんはい始まりましたね今日も今日さえっとあれらしいじゃない初めての祝日なんだよあの新しくできたあジューンティースねう <laughs> んあれは黒人,人の人のあれ人のあれ,のあれだ、ね、そう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 ,そう祝日よね <laughs> もっと マーサ、マーサルーサーキングだっけ。マーサルーサーキングだっけ。え、待って、違う方で言うから、分かんない。マーチンルーサーキングだ。思いが、マーチンルーサーキングだね、マータルーサーキングじゃ、なんか、すっきりずらいなと思ったんで。彼らの、彼の祝日じゃ、だけじゃ、あの、ブラックピップは足りないと。なるほど。もっと作れ。こんなセンシティブのトピックに、早速足踏み入れて、大丈夫か、うちら。 らしいぞ。もっと祝日を作れ、言うて。なるほど、ね。でもさ、祝日昔って比べてめっちゃ増えたよな。いや、そうかもしれない。なんか日本の方が祝日多いって言わないアメリカに比べて。<当>そ<う>文化の日とかね。らしいよ、らしいよ。全然、全然わかんないけどね。でもさ、そんなこと言ってもさ、日本の方が祝日多祝日多い言ってもさ、夏休みが短いから、 うんねいや、そうよ、本当に。夏休み短くってさぁ。うん、私たちの時代は、ギリだって土曜日午前中行ってたよね。Oh, <yes. S 1> でしょ <Yes. S 1> で、家帰ってきて、お,かお母さんチャーハンあるって言って。お昼ご飯は家で食べてたじゃんね。<laughs> 土曜日ってね。なんだっけ、二週ずつだよね。二週ずつ。かな 2> 各二四の土曜日半日とかだったよ。そうだよね。そう,そうそう、間違えてさ。 一週第1週目とかの土曜日にさ準備,し準備してので家出るってなった時におかんにあんた今日違うって第一だって <laughs> それ <は S 2> ばっか自分の子供にもこの前同じことやろうとしてたじゃん <laughs> あれいつだったっけねあああのあれはさハワイの祝日だったっけあそうそうハワイの祝日そうここさそうハワイの祝日もあるじゃないそう週のね そそそれもああるるよ、ね、そうだよよねねねねかかかりりづららいいいいいい仕事にっっててはははハワイの祝日日取取ないっていうううととところろろさありますいすむずで今日何してたんですか今日はそさ祝日なのにさ子供のスイミングレッスンをやってたんて朝あ。よかったね、うん でいつもうち私が連れてってたけどほら今日旦那が仕事お休みだったからさ旦那に連れてってもらってねちょっとこの経過を見てさ、うん、ほら旦那見れないじゃない子供がどうやってスイミングしてるかな<段>そう,<え>そうだからそれを旦那が今日見てで多分コーチと喋ったんじゃないのいろいろだから興奮して帰ってきてねなんか良かったみたいですね、うん、<laughs> おしゃべり大好きなだ <laughs> そう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  <laughs> そうで私はあれよなんか昼ご飯とかなんかさ昨日はさ父の日だったからさ一日中海行ってたんだよね、うん、そうだからちょっとそれでテリテリにうちら乗って疲れたかなと思ったらもうほら子供はまあレッスンがあったから仕方ないかも朝叩き起こして行かせてさなんか自分はなんかまあ昨日結構外食したからもうちょっと家で食べようと思ってなんか昼飯とか夜飯とか作って、うん、で自分の髪の毛を染めてた なんかもう明るいもんねやっぱねグ<や>レーみたいになってるもんねあだいぶ抜けたんじゃないはい、あ、もうさルーツなんだよルーツが伸びるわけなんかさ私ってハイライトとかじゃなくてもうさ全頭ブリーチしてるからさいつもね伸びたところだけもう伸びてくれとああやらなきゃやらなきゃと思ってああって言って今日やっとやる気起こしやったんでそう,そう髪の毛だってすっごいもうなんか伸びたしねやっぱねうん髪の毛伸びたっしょ 何の気を起こしてあんんな短かったただろうねまたねま何年かに一回やっちゃう <laughs> 絶対に一時期マジで <laughs> 超ちゃ短かったよな <laughs> マジで、あのー、あんまいないぞあの長さ <laughs> でもなんかもうどうでもよかったもんね全然私坊主にしても全然 OK だもんジャスティン・ビーバーみたいになってたもんね一時期ねジャスティン・ビーバーの写真持ってって <laughs> ベベバーバーにベベこうやって来てくださいそうだよその写真持ってってたんだから 面白いよね <laughs> 多分裏ですっごい噂になったんじゃないあの, <laughs> あのジャパニーズレイリージ <laughs> ャスティン・ビーは持ってきたけどそうそうあれはねアジア人はあんまりいないねこの短さはね いないよ。あんまりこっちではね。アジア人となるとね。うん、いやだから本当にそれこそなんかチャイナタイにいるおじさんおばさんかわかんない人が <laughs> 完全に横勝ってるよね。くって。えだからさ一時期超大変だったこの微妙な長さの時。うん、この今はこの長さに至るまでの超微妙な時って横毛がさ横にあの入るんで。あそうだよね短すぎちゃって。うんうん 下には下に向かってくれないの横に向かうわけ重力がまだね、かかんないからねそうなわけだからね <laughs> 大変だったよなんかもうあ切るか上を伸ばして切るかみたいなさそういう瀬戸際で今さあれじゃないもうちょっとしてきたらちょっとボブっぽくなるんじゃないわかるや <Yes. S 2> 丸丸くねそうですね楽しみですね、うん、もうずっとこのカラーはあの続けていこうかなと思うでもだってそれブリーチしてるからいつかはこう切り切りって感じなの切り伸ばし切り 伸ばし切りみたいなまあ伸びきったらねかほちゃんぐらいまでとか伸びてくれたらほら切るの惜しみねえけどさ今はちょっとあれようちの近くにさあの私たちが勝手にコミュニティセキュリティって呼んでるおじさんがいてさそのおじさいっつもあれ弓と弓弓弓矢矢を持ち歩いてんやのおじさんなんで分かんないで いや、多分ホームレスっぽいんだけど弓は持って歩いてんだよ <laughs> ビーチ行くと変なの持ってるやつ結構いるよなそう、うん、うわ絶対やばいやつじゃんって言ってしたらんか「いやあのジョンちゃんがさ一回話しかけたことがあるらしくて何個のタイミングで話した」っつって「い,いやあいつ結構いいやつだよ」っって「<laughs> <laughs> いや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 弓は持ち歩いて無意味に」いつも持ってるんでしょ しとて弓矢えそ,そしたらさこの前さあの出かけてて夜帰ってきてくるまで,、うん、でうちのパーキングに止めてたらさ、うん、あのいたのよその弓矢持ってる人が、はあ、であいつものコミュニティセキュリティじゃんって言ったらいやあいつ違うなでも弓矢持ってんのコミュニティセキュリティの第2弾,の第2弾男が出てきて。な、はあ、そ,れ,それ,これ流行ってんのかなうちの 何に使う,んだろう、ね、マジフォークアイよみたいな <laughs> そう、えー、なんか不思議同じような感じの見た目のこう黒くって、うん、あのもう弓矢以外に何も持ってないのよ。<laughs> 弓矢しか持ってないのえ何やってるんだろうねに。あの人じゃないの,の,ないのっていや違うあの人じゃないっていうからだからセカンドジェネレーションが出てきちゃって弓矢のお前 <laughs>、oh、<laughs> でさ夜だったから怖いじゃんあは でその人がさ私がこう車をパーキング止めて、うん、その後ろを歩いていったの、はい、で怖いから、うん、その人が通り過ぎるまで待とうと思ったわけはい、はい、車の中ででなんかこうやって後ろを見た時になんかちょうどその車の真後ろに見えなかったわけ私が、うん、あれ消えたって思った瞬間にジョンが私のことビビりの,の知ってるから、うん、うわっ,って脅かしてきたの、うん、で私がうわってなってそこで私も頭がもう。 カチッてこう何にもう変なパニ,パニクっちゃって <laughs> <laughs> そのおじさんがさ車の後ろからこう出てきてパッシングしてるところを見た時におじさんと目が合っちゃったの <laughs> そのおじさんと <laughs> 私も頭パニクってんじゃん、うん、さっきビビらされたし、うん、おじさんいないと思ったの出てきたし、うん、その瞬間なんかわかんないけどおじさんに手振っちゃったて <laughs> めっちゃ笑顔でそおじさんもなんかああの子なんか若い女が手振ってんなみたいになってるわけ <laughs> やられっ <laughs> くそ<ら>何がやられたねなんかおじさんも二度見とかしてきてさあさつ誘ってんだからみたいになってるわけそこでや、えー、らあた棒が張ってるおじさん勘違いされた <laughs> 危なかったさっぱり分かんないだろうなってはなもう何が起こってるだろうな多分,多分隣に座ってるっていうのも知らないだろうし私が一人で車に座っててもああもう完全に <laughs> テ,ンううテンパるとそういうことやるんですよ私テンパるとそういうことやるんですよ絶対やるなっていうことやる <laughs> 完全にやりきる <laughs> そういうことないなきゃテンパっちゃってか何やってんだろう私みたいな分かんないけど何かやっちゃったみたいな <laughs> なんかさパブリックにいればいるほどちょっと変なことになってしまうよねそうそうそう空回りもしちゃってねそう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 のうそ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  あ、今日はあ今日歯医者さん行ったのよ <Yes. S 1> あのもう34年歯医者行ってなかったからこっちに来て初めて歯医者なるんですよそうなのよ <laughs> 医療系はまあね、うん、いやどうにかなるじゃんだって正直さそう,そうそうそう,そう,そうドラッグストアとかでも本当にそうあとほらもうだって心臓痛いって思ってもう死ぬんだって思って病院行くともなく、全然大丈夫みたいなそうん 本当そうだよねこの前それで病院行ってさこ私んか胸が痛いなと思って胸痛が始まっちゃったのよ。絶対思い込みでもっと変になってなってから胸が痛いって思った瞬間からよもう胸が痛いって自覚した瞬間からもうねそうメンタル的にもうもうよねもう絶対にそう。ああもう今日はもうさようなら皆さんって思い始めて。 私の人生どうだったんだろん振り返り始める人生をうん、うん、これから先のことを考えるわけよう、うん。残った人生を、ね、どうやって胸がもう生たいかってそうやって考えてるとまた余計にこう、ね、精神的にきて胸が痛くなるわけ。<laughs> で病院行ってでそうしたらさなんかその心臓循環器系の先生を日本人の先生を紹介してくれて行ったのよ。うん <laughs> 案の定、こう待合室がさなんてうとこう大きい人とかさ <laughs> お年が上の人とか,なんかそういう人たちがいっぱいいて先生、人気なんだなっていうのは分かったわけ。はいはい、で、先生に会って「胸が痛いの?」って言われて「はい」って言ったら80 s にこうバリバリ頑張ってた感じまだすごい若い若い,若いっていうかまあ50、60ぐらいうん、うん、でもさほら今の50、60代の人って若いじゃんね。若いね で昔80年代あなたサーフィンされてましたねっていうか、うん、バリバリっていう感じの日本人の先生でさからきねそう身長高くてはいはいはいはっきり言うとね「君が来るとこじゃない」って言われて <laughs> <laughs> そんなバリバリのバリバリの先生にはっきり言ってねって言われてお茶飲むタイミングは今じゃなかった <laughs> <laughs> うがいになっちゃったコロコロって言、ね、たロとロ,ロ言うたな 君の来るところじゃない。<laughs> でも本当そうなんだろうな。すっげーバブリーな先生でさ、<ー>面白いよねめっちゃ。君身長高いねって最初に言われて、うんね、もう話の入りが全然違うところから入る、ね。<laughs> もうなんか何年住んでんの？言ってくれて何年住んでんのだよな<う>本当に。はっきり言ってね、君の来るところじゃない。<laughs> 結局何だったのその一。なんかだか多分で、ね、問題ないと思う。 <laughs> あもう本当に重いからきて思い込んから来てら来たやつですでも、うん、多分そうですって言われたの <laughs> でもね多分君はこれでテストしないと2日後ぐらいに「先生まだ胸が痛いです」って来る大正解と思ってさだから1回テストして <laughs>、はい、で結果見て納得したらもう多分大丈夫になるからって言われて<笑><笑>なんかこう <laughs> えっ違う何かね心臓にこうパッチみたいにつけてその状態で<う>あの何 ウォーキングのさ、見るみたいなやつあんじゃん。はい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 。ランニングマシンみたいなやつ、うんうん、あれにこう傾斜つけて。うん、なんかこう、なんか十五分ぐらい歩いて、こう心臓が。うん、そういう時に、反応が出る人は、まあ、たいちょっとやばいみたいな、息が上がった時に。あ、そうなんだね。うん、まあ、多分君は大丈夫だと思うけど。結果見せとくから。<laughs> <laughs> <laughs> はいって言って。そう。で、やったんだ。そう、なんか、トレッドミルの上で、こう、なんか。 なんか動物実験のねずみみたいな感じでさで <laughs> これいっぱいコードつけられたままこうやって歩いて、oh、ちょっと走って。ちゃんん何やってんだっててだで先生に「はい問題ない」って言われて「もう来ないでください」って言われて「もう会い,いません」って言わ <laughs> はい」て <laughs>「超面白い先生だった。<laughs> でもさ、うちの旦那も昔言ってたんだけど自自分分の体を自分が100知るって大事だよね。あまあねそうだねどうだう。どうなんだろうどうなんだろう例えばこちょっと調子悪いなと思った時に、うん、シカトするとかさ見落とさないで、うん、自分の体のことを自分が一番知ってなきゃいけないじゃんそうそうそうだからそれこそあ自分の体に合わない食べ物は食べないとかもそうだし、うん、なんかうん。 自分のことを知るっってて大事だよよねっていう話よそうだねやってなん,か <coughs> なんかお医者さん見ようかなとか考えてる時間が一番多分プレッシャーだからもう会っときゃいいでって本当に先生、うん、その先生の言う通りに、うん、もうテストして、うん、もう結果見てもうそれで終わらせるあいつの方が多分一番ね多分メンタル的に健全ですね、うんまあ、でも本当にプロの目から見てカボちゃんは大丈夫だったんだろうな。いやこの,この娘が 心臓にどうにかあるわけないなって思ったかね <laughs> この身長高いしそんな虚弱するゃないでしょしあなたしみたいな <laughs> 本にそうだよ、ねうん、ほら中には言うじゃんなんかこの医者にも何とかって言われてこの医者にも何とかって言われてでもなんかずっとおかしくってみたいなあるじゃん、ね、そういう話多分実際いるんだと思うんだけど<笑><笑><笑>でも多分大半は精神的なとこからでも精神的に来てるからってそ,、ね、それがあなたが本当に痛くないかって言われたら多分痛いのよあーはーはーはー。 多分メンタルのこうプレッシャーとかこう自律神経とかでこうなってるんじゃないう,、ね、うん多分、ね、なるほどね、うん、そっかそれでそ胸が痛いとか言って美容言ってたんだ <laughs> そうこの間整体も行ったしなそうなんよ整体も行ったしな私あのかおちゃんのさドクターのさ抹茶エッセンスとか待ってた間さ 本当に子供連れてきたお母さんみたいなの <laughs> あのね、あの横に置いてあるインテリア雑誌みたいな,のなた、ね。イン,のインテリア雑誌読み始めて。でちょっとああちょっとウンチしたいなーと思ってちょっとうんちしに行ったりとかって。<laughs> <laughs> <laughs> 散々のね。楽しんでましたけどでその後あれ行ったんだよね。古着屋ね。あ古着屋じゃねえそうですよ。古着のあのイベントね。そうそうそう。ベンダーがいっぱいいて。 よかったねなんかいっぱいさほらテーマがあったじゃん,なんかレトロ系のお姉ちゃんが売ってる服とかサイズインクルーシブでちょっと大きめの服売ってるお店とか <Yes. S 1> あそこのオーナーその,そのサイズインクルーシブの大きめの服を売ってるところの大きめのお姉ちゃんが服を売りながらブリートンめっちゃ食ってるのが最高に良かった見て本当に気持ちの良い,いもう本当にやりきってくれっ,って感じだった<あ>本当に そそれでこっって思ったよ、ね、いやもういいクイップリも本当に録画してこうなんかこう,う気持ちの不安になった時に見た方がいいと思うああいう動画うってやっぱクイップリよくてなんぼだよな本当にそう本当に隠して食ったりとかしないでいださいいやマジでマジでマジで食ったもん勝ちだから <laughs> 食ったもん勝ちだ <laughs> でも本当いいってんだなよな,なんかさ昔さ日本のさモスモスバーガーでなんか 持つハンバーグ、うん、みんな持ってハンバーグ食べるけどさその包み紙がめっちゃでかいわけ、うん、でそれをねモスバーガーのなんていうのかなあの、モスバーガーが考えたんだけどさでかめの紙で要はさ女の人が食う時に顔隠せるようにってるわけその紙で。あ<ー>すごない もう独特だよな。いや、なんかすっげ国民性を読んだ。そうだ。あると思う。だって、なんか初デートはハンバーガー食べに行かないとかあるでしょ。あ、あ、あ、まあ、言われてみる。汚れるし、口を大きく開けるし、とかもそんな。けいし。は。ってなっちゃうね。一回上からダブル、ダブルチーズバーガー。チーズバーガーと。ポテト、えアップパイつけといてね。 まあのミルクシェイクディップするポテトっつって、ね、ナゲット十五個 <laughs> ナゲット十五個でソース二つ付けてもらっしゃうマスタードとバーベキュー持ちだよねいやでもたまに本当にねこう消食のこうちっちゃいもうこれだけで大丈夫みたいない,いるよな。う ど,ど,うどうしてるるのでも本当にそれ足りるんだろう、ねうん、多分ね本当に足りたぶ、うん多分本当に足りてる方と本当は足りないんだけど <laughs> 本当は足りないんだけど <laughs> とりあえずまあ、ちょっと今のところこれだけけ目の前でまあみたいなねあのさなんだっけ何見てたんだから私あそうだそうだそうだあのなんかさこの間さネットフリックス見てたで、ね、日本のやつね、うん、見せた時にさそこに出てくるこれさ首振り女 オオケケー <laughs> <laughs> オッケーでこれ青いがすっげえ面白いと思ってかオちゃんにしゃべらんだけどってほらいるじゃん昔からさ女の子でさ首振るやつでも私さよくその首振り女の噂は聞くんだけどその首振りってどういう振りなの起き上がれ小しじゃなくてこういう牛みたい赤べこみたいな感じでじゃなくって横振りだな基本。 前じゃないさ。前はクラブ行ったらいいよく前乗りで乗ってるやつはいるやなだけどそ私の言ってる首振り温度は横なんだよね結構それどういうタイミングで出てくんの絶対にこのタイミングっていう時は何かを口に入れた時入れて横に振ってるやついるかくふりふりふり、ほほほろほろほろみたいな,感じない 私見たことないかもしれない,い<や>多分友達にいないのよそうやつが本当。私してるカホちゃんはしてないけどでもカホちゃんが見たことないっていうのは結構観察力があるから見たことないっていうのはちょっとあれあれだなと思ったレアだなと思った振ってるやつか気合って見てない <laughs> 人間観察首振り振り絵画では見ないねやっぱ日本のあれだよな首振り女 <laughs>

<laughs> 美いしいなフリフリ、まあ、それもあるかもしれんけどどっちかっいうとあ口開けて恥ずかしくフリフリみたいな感じなのよあーでもちょっと分かった今今ち,いい今ちょっと分かったかもしれないとかあのほら多分食レポとかがあるからだ,だからそれだから私アナウンサーが多いなと思ってるうーんじゃないんでしょ違うてこっちのうちら口で「うんまっ!うんま」じゃねえんだよそのその場ではフランじゃんうちら ちょっともう一回やってみてくれない<を>口入れました、もの。え、ね、なふりふり音なのうん、の口入れた。ふりふりふり。でも、私もよくわかんできないけど。<laughs> そうさ、感情が多分わかんない。その裏にある感情が。そうは。口開けちゃって恥ずかしいなのか。なのか。美味しいなのか。もしかしたら美味しいなのかもな。な <laughs> んなんだろうね。知らんで。あのふりふりか。何考えてんだろうな。 なんかさ今さ YouTube で何でもあるから「首振り降り女」って言ったら出てくるかもしれないなちょっとじゃあ後で調べるわよかった「<laughs> うん、首振り降り女な」なうんいろんなの解析してるのいっぱいあるじゃない「首振り振り女な」とがいてさ懐かしいと思って。 いや日本でさだからさ私の、ね、ほらあのななん日本でご飯食べる時とかめっちゃ気をつけないといけないじゃん,なんかお酒を誰かに注いであげるとかさあかとか、ね、そんなところにこう気が回らないからさ「いやあ注ぐんで置いといてください」みたいなさあ<ー>私がそういう手だから相手も多分そうだと思ってるんだよねなんとなくね「<ー>いやお前の注ぎゃええやん自分の」みたいな。 なあそれな分かる居酒屋行くとねよ。そうたまにさこっちでもいるのよ。こうすごい気の利く女の子が。たまにいるよね。いるでしょ。うん。ああいう人だって飲んでるみたいなね。そう。もうオダシトクね。オダしとくねみたいなね。その瞬間私のもうユーズレスさ。うん。じょじょ女子度がもう額かってさあるよな。本当にそうなの。そうだよ。なんか久しぶりに日本帰って居酒屋とか行くとさもう勝手に継がれてる自分のコップがうわ。 やべそうだ、そうだったみたいな。え、そうそう,そう,そう気づくね、思い出すよね。<laughs> そう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 ,そう,そうあ、そういうところだった、ここは。そう。うあと、絶対になんか、なんかしらこう、お土産持ってきてくれるじゃない。あある、ね、わかる。なんか、それで、こう、あ、やべえ、気使わしちゃったと思ってさ。自分、<私>自分、自分手ぶらできてね。<laughs> もう、会いに、あ、行く、この時間を楽しむのだけに、フォーカスし、してたから。あ,<ー>あ、プレゼント持っていかなきゃとか。 なんかそんな小さいね気遣いがあるんですよね。小さい気遣い。ちちらほら、ちらほら。そうそのそれはずそれぞれですごいいいんだよ。そういいのよ。うちら大雑把になりすぎちゃって忘れちゃって。ちょっとね。あんたいかだかだからだからお母さんとかに言われない。あんたいい加減にしなさいって。たまに言われないなんかあんたあんた日本人なんだからねみたいなれなちょっとした時にね。言われるね。怒られる。いい加減にしなさいよあんた。 そういうふうに育らたわけじゃないよ私はそんなこと言われたって <laughs> <る>そうなのよあとあのお金払う時とかさみんなこう綺麗な財布に綺麗にお金入れてんじゃん、うん、私、うん、もうぐちゃくちゃだからちゃくちゃ <laughs> そうそうこの間そうだった自分私のねお財布にね25ドル車ってぐちゃぐちゃになって入ってたのは であれれラッキーななんかかか私いつかやれたかななか、ね、でもこんなふうにお金入れないのになと思ったのね <laughs> そしたら後々かおちゃんと喋ったらかオちゃんの代わりに買ってあげたものでお金返してくれた時にガチガチって「じゃあ私がやれたのあれ?え」じゃあ私がぶち込んだぶち込んだんだ <laughs> <laughs> 全然気遣使ってあのペアテンションしてなかったからさ いやーだからもうこのまんまだから日本さ帰った時にこう買い物とかカフェとかでお金払う時とかさ、はい、このカードの下に千円札が入ってたりするわけ。で <laughs> それを引っ張り出すわけじゃんレジの前で、はい、ピって。も <laughs> <laughs> すっごいびっくりされるもんねいちいち。えそうならないように準備してるこうとがないの？いやないね。そんな時間いやそんな時間ない時間使わないよね。そんな時間ないね。<laughs> <laughs> <laughs> そこまで変わわろうと思なああ、ね、全然全然別にその一瞬嫌われるぐらいどうってことないからどうってことないよねうんああ間違いないそう <laughs> ということで、ね、そうなんですよそう本日何話していきますかっていうことで今日あのコメントにあったあるよね コメントにあったんですよ。ええー、好きな映画とか、あのショーとか、テレビ。レビバーとかなんか、おすすめのものみたいな感じ。そうそうそう。<ー>ポッドキャストとか、なんか本とか。はい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 。なんか、おすすめありますかっていう話なんですけど。そうだね。最近、何見ました。あ、だから、そう。あのね、視聴者さんにも。おすすめされたの。あの、そのネットフリックスでやってる、日本のやつで。初恋っていいですよみたいな。<laughs> ね、初恋っていいですよ。初恋ってやついいですよみたいな。うん、見てくださいって言われて。うん、であの、おすすめにはすごい出てきてたけど、まあどうだろうなと思ってたわけですよ。うん、私は。この前一回ちょっと1話を見たんでしょ、もう最初に。1話を見たたで。えっとねイエス、30分ぐらいかな。見たんー。すよ <Okay. S 2>、うん。で、なんか、信号短いから、なんか、うんと思って、すす書いちゃったの。<Okay. S 2> で、それで、申し訳ないけどね。で、それしてで、 あのかほちゃんが「そし,て <laughs> そしたらですねかちゃんがあの見たあれ初恋い」<laughs> って言うから「ああまあちょ,ちょびっと見たんだよねちょっと見たけどなんかうんと思って変えたんだよね」とか言ってたら「おんいいよあれ」おん「初めはちょっとだるいけどまあ34万ぐらいになるとも,ともっともっと見たいってなるから見てみよお前」<laughs> とか言,って言われて「あそうかと」思って「まあ、見たわけですよ私は自分にチャンスあげたわけ、うん、どうかな」と思って、うん、したらさ「オッケー感想言っていいまず。 いいよなんかさすっげえ高評価されてるけどなんか私はそうでもなかったわけあらいやあらららら,らそうなわけあららなんかさまず終わり方がなんかほんと Netflix っぽい感じで終わらなかった終わり方オッケー。絶対にハッピーエンドではないわけすべてはいやハッピーエンドだったでしょハッピーエンドっていうか最終的には あの彼が、私昔そうだった。恋して大丈夫なんだ。初恋のって、泣いて。あんた、それ、みんなが騙されてるやつ。それ、最終話じゃないから。なに、どういうことそれ、最終話じゃありません。何が、どういうことなのあんたの覚えてる、一番最後の部分、なんだった泣いてた泣いて、あの人だったんだってなったやつが、最終話だと思ったんでしょそうですよ。 うん<よ>うん何よあれ知ってるのあれ,あ,れあの後にもう一話ある一分のやつあるよあのあれ一分じゃない一分じゃないは一話あんのそれそれみんな言ってるみんな騙されてんのあのえ一話かな,なんだっけ <laughs> え、なんかあのあの,あの,あのサッシでドアのサッシで息子があの CD プレイヤーをあちょっと待ってこっからこっからあれだよ<え>あれ何、okay、だっけスポイラーからで皆さんあの,あの見てない見てないよっていう人はここ一回はい、ちょっとはいカットスタートパイパイパイとか言うのたまに、ね、あんたその効果は何それ <laughs> <イ>いいから言ってみろや <laughs> えっだ,だからサッシ座ってるとき 息子がいて息子が CD プレイヤーを初恋だった彼からもらってきて彼がドアのサッシでベランダのねそこでこうやって聞いてるの聞いててでおかんが「何何君?」とかって喋っててふって見たら何かやってるからママも言ったしたら「ああ懐かしい CD の CD プレイヤー」みたいな感じでで、そのもう一個の片方のヘッドフォンを耳に入れて。 聴き始めたの。うん、そしたら。<で>なんかね。ーイーゴーの。泣いた泣いた、私泣いた。ね。もちろん、な、うん、そこはたくさんあった。そうね、もう、あれでしょういいもう、これじゃん、これも、あれでしょで、いろいろ思い出してきてきた。あ、あの笑顔。あの顔。あの,あの時の瞬間っつって、今まで覚えて、覚えてなかったこと、全部こう、もう、フラッシュバックしてきたわ、ね。そうだね。あの曲と、あれのおかげで。

ございません。<laughs> それもう一回言います大事なことなんでそれ最終話じゃございませんだからどこに何が隠れてんのじゃんだからあの後もう一話普通にあんねんあんたさあれでしょ多分テレビでさこう勝手にプレイにやってるんでしょ勝手にプレイで次のエピソードプップッって流れるでしょそうじゃんやってんでしょ<分>なんかねそのわかんないそれインテンショナリーにやってるのかわかんないんだけど <laughs> そこで終わるののよ、そオートプレイが。終わるんだよそう、だからでエンドロールも流れたじゃん。あ終わりかって思うじゃん普通に次のエピソードあるから最後それが最後じゃあちょっと今から見ようやどういうことそれみんな騙されてるからああじゃあ私感想言えんじゃんそしたらそうじゃんねそう思ったらどうですそう思ったら総合評価どうです今ゃあ最初最後のやつはよかったんですか 最後のやつよかったよ。ハッピーエンドハッピーエンドあほんとあじゃあ見方変わるわちょっとんかこの終わり方やってくれたなみたいなねほんとにんかもうなんか残るチューブラリみたいなあとはご想像にお任せそれそれそういうのやつよそうんと思ってしかもだから私だったら私が逆の立場だったら男性の方だったとするよ例えば、自分のせいで、 自分の、まあ、私が男だとすると彼女が事故っちゃいましたでもう記憶をなくしちゃいましたその,その事故に遭った時の数年間分はなくなっちゃいましたみたいなさ、うん、で、自分が一緒にいた時とか全て忘れてしまいましたみたいなね、うん、で何年か経ってあの偶然で会うことになるわけじゃんか、うん、その時にさやっぱり自分はまだ恋するじゃんね、うんうん、じゃん。うん、でさ、私だったら あのその昔のことに触れないように彼はしてたけどでも私だったら触れるわけようん事実だからうん,なんかそれをさ彼女にもうそ,れそれが日本人の繊細さってやつなんだ事実だからってたぶん会った瞬間君さあのボってるけどちなみになんだけど私お前の元彼言いうのはたぶんもうそれは完全にアメリカナイズされた初恋の方よああそうなんかなうん じゃその事実をパーンってた突きつ,つけるわけではないよだけど <laughs> でもなんかさ苦しいなんか言えない言わないようにしよう傷ついてしまうかもしれない<ー>この子が、うん、俺はただ思い続けるだけでいいんだみたいななんか。 それはでも、割と日本人にあり、日本、アジア系にありがちだ。テーマ、そういう感じで。へえ、ドラマでも、そういうのあるよね。そう,そう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 。俺は実は。お前の、お兄ちゃんだったんだってやつ、いっぱいあるじゃんね、けドラマあ <laughs>、はあ、それやばくね。お兄ちゃんだった説は、もう本当に。それはやばい。ありがちよ。そう、だけ、なんか、そうそうそう、だ、だだ私だったら。ゆう、ゆう。まあ、タイミング見るよ。<laughs> 空気も読むよ。だけど、徐々に、徐々に、彼女が、ああ、多分。 ね、彼女今だったらあの受け止められるかもしれないみたいなさあったよねそういうタイミングちょっこちょっこね完全に君こうや俺にあるよねっていう瞬間あったじゃんあったのでもそれを彼は触れちゃいけない俺は言わない言っちゃいけないんだだけど耐えられない好きだみたいなさ感じだったやんまあねそうだからさなんかそれがなんかうん言っちゃえばもっと違うお互い幸せなのになと思ったけどね だって結局彼女もそうだと思わない好きだったから彼のことまあねまあね<私>まあ彼のこと好きだったからねなんか困らせてる今いや、ね、ちょっとね思い出そうとしてるの <laughs> 少し前だったけどちょっと待って何もう一個あったのえ私がさその最後にあったエピソードはああでも1時間分あったんかあれ私予告編だと思ったいや うん、あるんよ。ああ、まも面白いよね。いや、でもね、<や>あのね、れあれよ、あのこう、ちょこちょこさ、出てくるシーンがさ、あとあとつながってくる感じわかるはい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 。うんうん、<laughs> なんか、なんだろ、あの女優さん、めっちゃ可愛い可愛い,い,いよね、ヤギちゃん。ゃんヤギちゃん。あ、えっと。 その、その名前ね、その主人公名前ね。あ、違うよ、あの、あ、やえちゃんでしょ。やえちゃう、やえちゃう、やえちゃんだけど、本名がヤギ、ヤギなんとかだね。そうそう、やえ。光じゃね。光。あ、それはだって、大人のバージョンの。人。あ、いや。若い頃の。あの、まあ、どっちも可愛いけどさ。若い子も可愛いね。可愛いよね。いや、だから、それ、なんか、後々、あ、ここで出てきたシし、あ、こういう意味だったんだっていうのが、こう、繋がってくるのが面白かったなと思って。あ、そうです、そうです、そうね。 えじゃあちょっと一番最後のやつ見るわそうしてうんもうかオちゃん帰った瞬間に見るわ今夜 <laughs> 気になるわ面白いよねうまくやってるよねあれ、うん、わざとなのかなって私も思うんだけどさうんうん、うん、だから初恋はまああのー、あそういう感じで見るんだったら全然 OK だよねなんか私はもう最終的にはあの全部フィニッシュしてないから感想言える立場プであまもないから <laughs>、まあ、そんな感じで,で、ね、見たよっていうやつなるほどねうん 私もちょっと今さ、考え、見てみてんだけどさ、私のこの見た、見たものリスト。はいはいはい。何見たっけな、最近。アニメ。あ、アニメの話していいんですか。<laughs> なんかあ、アニメの話。していいんですか車。車の。カオちゃんの車乗った時に。永遠とそのアニメソング聞かされたっていう。<laughs> その、その主人公の、あ、しゅ主題歌。はい。主題歌の。アニメソングをずっと、はいはい。あ。アニメの話していいんですか。<laughs> オタク。あ、いいですか。すんごい、かほちゃんのオタク。いや、私はね、今シーズンは。いや私はね、使っち今シーズンはね。<laughs> 今シーズンは結構ね、あの、いいものが揃ってる、最近ちょっとでいいの、いいのないなってずっと思って、ずっといろいろ探したんだけど。はい、今シーズンはいろいろ出てきました、ねはい。はい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 、はい。あのー。 そうです。一つは天国大魔教っていうやつなんですけどそれはディズニープラス限定配信らしいんでディズニープラスうん、日本でなあそうなんだでもね天国大魔教はいいですねすごく面白いです天国大魔教は天国大魔教は天国大魔教ですごいコンピューズしてるよね天国大魔教ねちょっとね説明すると難しいんだけど男の子と女の子がいて で、その2人なんかね。世界的には日本のこう。ディストピアのもうなんかこう。文明崩壊した後の話なの。はあ、なんかの災害が起きて、もう全て街がこう崩壊してで、その文明がもうなんか廃れちゃった感じの。ところで、はあ、まあいろ目的があってこう。2人で旅をするで、その旅をしている中で、はあ、なんか全然違うところの学校の話みたいなのが入ってくるね。はあ、すごい。最先端の施設の中の子供たちの話が出てくるわけ。はあああああ でその二つのストーリーがこうどう繋がってんのかっていうとか。<ー>こううまーく、うまくいくっていう。いやー面白いですね,ね。アニメってさ、基本何エピソードぐらいあるわけ、結構多くない。いやー、ものによりね。だからテレビで放送するとさ、ワンクールって、そのワンクール分があるわけよ、その。何、時期、なワンシーズンみたいな。ああ<ー>、あ、まあ、そうすると、だいたい何話ぐらい。十とか、十二話とか。ああ、そのものだ。じゃん、うん。で、だ、それが、ほら。 終わって話がまだ続いてるってなると第2期とかになってまた後々ってなったりするけどねあと映画版とか出てきたりするんだけど<ー>まあそれは置いといてははははい、はい <laughs> はい、はいあともう一つ私が言うもあの最近すごいはまってるんですその推しの子,しの子いや推しの子は多分みんなもう、うん、皆さんも聞いたことあると思うんですよあ,あそうなんだいや推しの子はねいやだ,からだ,からだから見たくなかったん、ね、だ最初いやもうどこ見ても推しの子推しの子言ってるし。 おどこ見てもツイッター見てもインスタ<あ><当>見ても推しの子うしの子みんな言ってるからいやこれはちょっと世間に人気のあるものはちょっと私は控えさせていただいてと思ったんですけど <laughs> そういうタイプの人ねみんなやってるかやらないみんなやってるからみ,んなみんな聞いてるみんなが好きなものは私の趣味に合わないかなと思ったんだけど <laughs> <laughs> 普通に「沼りましたね」面た「面白かった」でやって「面白かった」っていうかまだ続いてるんですけどるるるっってていいううのえこと沼 うわー面白いめっちゃな,なんか意味わかるわ沼ったって今言った瞬間に使,う使えるじゃんもう使っちゃったんだね <laughs> もう沼り,沼りましたねいやでもちょっとお尻の子見てよいやーわかんないなアニメはちょっと見ないかな<え>アニメはわかんないなだって坂本ちゃんにエヴァンゲリオンの音は熱弁されたからそうだだオッケーあんてでもエヴァンゲリオンそれ見始めたところがまずミスだったからまず違かったじゃん見始めたのがあんて劇場版の 旧劇場版から見てるからだあいいやこれでいいやと思ってね見たやつがねこれ,これでこれかもなーとか思ってみたら全然もうなんか全然始めでもないしな途中な全然わかんなかっただろうなもうさっぱりわからないのが始まってエヴァンゲリオンもうさっぱりわからんと思った私は <laughs> そりゃそうよ旧劇場版はテレビアニメシリーズ見てからじゃないとわかんないからね簡単すぎ 急にさあ、急にさあ、滑舌よくなってから、<舌>急につまらなくなってきてよ、ね。<laughs> 早口だし、うん、それがパッションってやつです。ああ<ー>、ちょっと、おしのこ、あんたの息子、アニメ好きだしさ。あ、おしの子ちょっと見てよ。いや、最初、私も思って、うわ、アイドルの話かって思ったんだけど、アイドルの話かって、どうせ、また。キャピキャピして、ダンスして、踊って、うん、うわって思ったんだけど、はい、いや、違いましたね。<laughs> あれはもうあのメディア業界とかに生きる人のもう教育教材として使えるレベルです。ないや。何？やば。いや本当に面白いなんか勉強になるんだよ。その芸能業芸能界がどういう風うにこうシステムで動いてるのかとか。うん

で、だからその前世の記憶を持ち越したまま自分の推しのアイドルの子供として生まれてきてっていう話なんだけど結構1話1時間半あるから確か1時間半かな1時間半は長いすっげえ長いねでもそれがまずねマジで泣ける1対1話はマジで泣けるだからそっからまだあんのって思うんだけどいや泣けるよ第1話マジで泣けるからちょっと今度一緒に見る だからこの初恋のやつをさ一番最後のやつを見てからねオッケー、うん、オッケー先見ていいよ <laughs> <laughs> もうさアニメなんてさ私が昔はまったアニメはあれよ「あの、スラムダンク。いや何か「s l a m d u n 新しい劇場版来るじゃんやばそれは超見たいかも「だ、ファーストだっけ<あ>日本でめっちゃ人気になってさあマジいやーこれアメリカ来ないかなと思ったらなんかえい,つ来いつだっけな <laughs> いや今年中に来るっつってた。えキャミだアメリカのなんかいハイハイハイ会社が買ったっつってたから多分やる。えー、そうなの？いやめっちゃ面白いって言って、私スラムダンク見たことないんで実際。えっあの全部ストーリーわからないの？わかんないバスケの話。 うん、あとあの七里ヶ浜の,さあの,さこの,踏,切の踏切のところがオープニングかなんかで使われてていつもなんか台湾の観光客とかすんげえ写真撮ってあ、そうなんだそれがわかんないけど青春系ですごい良かったねそう面白いっていうな、ねうん、ちょっとそれは見たいなと思ってるなんかそ,ういうそういう系のアニメなら見たけどそういうなんていうのかなかほちゃんが言ってる感じのアニメというのはあの見たことない ぜひぜひちょっとデビューしてくださいデビューするかよ、うん。結構面白い最近のアニメ本当にストーリーとしてもよくできてますしもうさ昔の感じのアニメと全然違うの昔のアニメってどういうのをご想像されてますなんかうんと「あ恋」とか「恋する」とかあ何「フルーツバスケット」みたいなことあれフルーツバスケットだっけあれね 分からん分からないけどなんかそういうちょっと恋するとかるって何ご近所物語とか読んでたと思うんだよね私あんまり覚えてないけどそれうらや浦鉄筋鉄筋家族とかのもうそれじゃんかもう, <laughs> もう頭なん中それだけだったから <laughs> 中学校の時 <laughs> で漫画やんねアニメってあったっけねあったのかなあ,<ー>あったかも、ね、いや放送私がう知ってる以上ではしてなかったと思うけどな分かんないあなたの時代はそういうのだよね あとなんだろう、<然>スラムダンク、90年代初頭とか、うん、ああだからシティハンターとか、ね、シティハンターはね、えそうなの？あれシティハンターじゃないの？シティハンター80年代かな？えシティハンターって英語でハンターハンターっていうやつ？いやハンターハンターはまた別です。あ違うか。<laughs> 「ハンターハンター」反対反対は「ハンターハンター」で面白いよあそ,うそれはねキャミとねあのうちの旦那一緒に全部見てたよあんたの息子だってあれ「鬼滅の刃」見ないもんね責任から逃れるのってやつまたこの前 <laughs> その<顔> <laughs> この前この前最終回終わったのよその顔その顔170%出てたねその顔 <laughs> いやだって炭治郎も同じ顔してるからおからんしいや タンジローいやーちょっと今回あんまり好きじゃなかったな「鬼滅の刃」今回は「コンコン」シリーズ <laughs> ちょっと説明が多いねよだんだんくどくなってきたのよ炭治郎が自分の説明がちょっと長くなってきたねストーリーのくどさに入る時私もさ軽トラを見てて思うことあるけどあだ,だんだんくどくなってきたみたいな,な見えてきたぞパターンがみたいなあれってなんなんあれってさちょっと遠回ししようとしてるだけなんかこの間を持たせるためにちょっとちょっと なんかクドクさせてる,なそううるよ、ね、フィラーみたいなやつでしょ。それともなんかなんか罠があるのかなあのクドさには。いやアルバイトない場合がじゃない。うんアニメでもあるよたまに。もうなんかそのシーズンを持たせるために急に<ー>急に万外編みたいなのでキャラクター全員でお祭りに行こうとか海外旅行に行こうとか,言ってもか全然メインの話と違うんですけどみたいな <laughs> そういうフィラーみたいなのがたまにある。<laughs> そうだな、うん。そうそう。 いやーちょっとね今回ね決めの「つ滅やばはちょっと長かったな<ー>炭治郎すぎ、ま、説明するしいや、うんうこの前終わったねこの前最終回だったあそうなんだ、えー、右足が動かない右足に踏ん張りをかけて全集中を全神経を集中させて筋肉の一筋一筋までこれすっげえ投げんだみんなに見せたいこれみんなに今かぼちゃんがかぼ <laughs> ちゃんがやってるの全部みんなに見せたい あなたのオーディエンスにどんだけオタクの人いるだろうね。どうだろうね。いるよ。いると思うよ。い,いなそうだね、あんまりね。いると思うよ。いや、ちょっとこれを機会に、推しの子皆さん、見てください。うん。まあ、日本人だから、やっぱりアニメの心は、ど、みんな持ってていいと思うんだな。ドラえもんの話とかするじゃん。クレヨンしんちゃんとか。まあ、クレヨンしんちゃんは、大人になってから見るのが一番面白いな。え、大人帝国見たことある。クレヨンしんちゃん。ああ、うっすら覚えてる。 いや大人帝国はマジで泣けるよねてか全部泣けるなもうドラえもんもそうだけどさーいやードラえもんもね嫌だ嫌だもう嫌、ね、だ嫌、ね、だ,だって感じもう泣くの見えてるからそうなんだよね<ー>もうなんかさあのああ自分が小さかったけど例えば10歳の自分だったとしてもさなんかあ,あそこの自分に触れられるこのストーリーを通してとか思うわかる<ー> あの重ねてみちゃったりとかしてあ<ー>かるで感情的になったりとかえ待ってドラえもんのさ劇場版見るとさ、うん、バスの中思い出さない遠足のバス劇場版なんでえなんかさ遠足行く時のバスの中でさいつも先生ドラえもん流してなかった <laughs> <う>芋掘りとか行ったでしょ りとか行く大型バスの中で遠足の大型バスの中で「はいじゃあみなさん」って言って「静かにしてくださいドラえもん流しますよ」って「テレレ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 レ」この上にあるちっちゃいちっちゃいさ昔のさブラウンカーのちっちゃいテレってさやってなかった ?No いや絶対やってたよやってねえだろうがよいや多分これ聞いたる人て100%もう首バンバン振ってるバンバン振ってるマジでええだってさ結構あれだもんな 歩いてたかな、あの遠足とか歩いてたかな。学校から歩く。あ、まあでも、あなたそうね。あなた。そうだね。新潟の。あの、田んぼを通って歩くさ。そうだね。そっか、関東の人はもしかしたらね、どれ。あ、そうなのかもね。車乗って移動してたんじゃないの。うん、ちょっとスキー旅行とか、多分、うん、覚えてないな。バス乗んなかった。バス乗ったけど、そんななんか見たかよ。いつもいいところになると、目的つくのよな。 最悪ってってって、<laughs> バス降りて芋掘らされて、うん、帰ってきて「うん、はいじゃあ続き流しますよ皆さん」って言った頃にもうみんなすっげえ疲れて寝ちゃうんだよね <laughs> もう全然見てない <laughs> いいよねーうーそう言ったのもいいよね日本の学校そういうのあるからね「ドラえもん」のオープニングドラえもんは本当にワクワクするでもなんかさ子供に見せる見せようと思って「ドラえもん」とか。うん なんかさ、うちの子供もたちってさもうなんてうのその今の時代の子だからさ iPad とかそういうのに慣れちゃってさあの映画の間ずっと座ってるっていうのがないんだよね。わかる いや私それ最近私自分でも思うね映画見てるとさ途中でこうなんていうの集中しきれなくって携帯いじり始めたりとかさあそれこそさ寝る時になったら自分の携帯を例えば私が2階で寝てるんだけど1階に置いていくとかさそうするとほら電波とかも出てるから寝てる間とか良よくないからとかってさもう本当に遠くに行ってだから寝つきもよくなるとかさ勇気 じゃどうやって目覚まし？誰が起こしてくれんやったの？とかさ、いろいろ考えちゃうもんだ。持ってっちゃうけどね。ちょっと遠くンとこいてね。なんかもう古いこう揺れるのさ目覚ましみたいな使って、ちょー長るさやつ。子供起きちゃうやつ。頭。子供を起こすたがないで今。あとはもうコラショ、コラショの目覚まし使ってた。使ってない。コラショとか言ってわからんってなんだこれ？チャレンジやってるのがチャレンジ一年生のチャレンジのコラショっていうなんか赤いうさぎみたいなキャラクターのあの目覚まし時計を。 入会すると一番最初にくれんだよ。あ、そうなの。コラージーだよって言ってこれ朝起こしてくれ。<laughs> <laughs> 懐かしい。コラーショュ <laughs> なんかそういうさなんかその昔のさ記憶ってなんか変だよね。<laughs> あ,<ー>あとなんかおすすめあるかな。そうだよ。そうあのすげえさうちらさいつも通りあれよね。<laughs> 話がずれまくっちゃってさそうなんよおすすめなっちゃ。あすげえ。 私が最近読んでる本の話しましょうや。あ、いいよ。本の話して。うん。